皆さんこんにちは。メタクズです。今日は新規で強化されたクローラースプライトのデッキ紹介をします。新規の相馬がカードパワーぶっ壊れてて相馬だけでええやんみたいになってます。こちらがデッキになります。リストの方は概要欄に貼っておくのでそちらをご確認ください。今回は新規実装されたこの相馬を使った展開デッキになっています。相馬は手札から自分の場のモンスターを裏にして特殊召喚でき、自身のレベルを2-4下げて下げた分のレベルの合計と同じ、クローラーモンスターをデッキから特殊召喚します。つまり相馬のレベルを4つ下げて自身のレベルを2にすると、デッキからレベル2のクローラーを2体出せます。相馬を起動するとレベル2を場に3体供給できるわけです。スプライトの展開起点としても優秀です。このデッキはスプライトは主役ではないのでギガンティックから、スプライトを出すのではなくドグラを出していきます。ゲールドグラからは EX デッキからアプカローネを落として、デッキからルークをサーチして相手ターンにミドラーシュを出します。こうすると特殊召喚を縛れるので相手の展開が止まります。クローラーのリバース効果は遅いんですがミドラーシュで止めてリバース効果を活かせます。アプカローネのサーチ効果を使うとき手札を1枚切れるので、素引きした更新を捨てることでリクルート効果を使えます。相手ターンにもリクルート効果を使えるので相手だけ隙どれ、魔法罠破壊、モンスター破壊など相手の動きを見てから選べます。今の環境石図対面が多いので相手の石図で勝手にこのカードが落ちて、リソースになってくれることが多々あります。返しに相馬リクルートすることで超簡単にワンキル展開ができるので、相手の石図でアドバンテージを取れるのがいいですね。相手だけ隙どれになってくれるのはこのカードです。更新でリクルートして傀儡で即座に表にすることで、傀儡はピン刺しなので都合よく引けはしませんが、リンク2のイブによってサーチができます。スプライトの制約の上からでもリーブは作れるので結構噛み合ってます。リンク素材になった時に相手のカードをデッキバウンスできるので、マスカレイナと合わせるとサロスやユニコーンで2枚除去を飛ばしたり、返しのターンにリンクすることで伏せ除去しながら攻めることができます。あくまでの主役はクローラー展開なのでスプライト要素は引いた時に使う程度です。クローラーミドラーシュだけでもかなりの拘束力があり強力ですね。組んでからランクまで遊んでましたが10連勝できました。スプライト要素が入ってるのもあってランクまで遊ぶには全然強いデッキです。173ですね。クローラーデッキとしてはかなりこの戦績です。ファンデッキをスプライトで持ち上げてるのでベースのパワーが上がってくれましたね。それでは展開方法含めて対戦の方を見ていきましょう。1戦目は先行です。スプライトを引いてないので相馬更新の初動展開になります。対戦よろしくお願いします。手札がクローラーカードによってるので今回はクローラー展開をします。ブルーなどを重ねて持っていたらここに加えて効果無効などがつく感じです。相馬の効果でレベル2を3体展開します。とんでもない効果ですよね。エルフを立てつつギガンティックに行くことで法要などをケアしていきます。更新を引いてる時はドグラ展開に行きます。何もなければブルーから展開しましょう。アプカローネを落としてルークをサーチしながら更新を切ります。これで墓地に生物があるのでイブの条件を満たしつつクローラーがリクルートできます。リーブの効果で傀儡をデッキからセットしてターンを返します。今回はドローフェーズにリクルートをしてますが、相手のデッキ判断してから使っても問題ないです。デウスエクスクローラーをリクルートしておきます。これで傀儡が実質相手だけ隙どれとして機能しますね。相手はどうやらデスピアのようです。アルベル召喚に合わせてデウスエクスを開いていきましょう。ここでチェーンして傀儡を使っても間に合います。デウスエクスの効果無効は永続効果なので罠のチェーンでも間に合うのが優秀です。キマイラかなんかがぶん殴ってきそうなので、ここでルークを開いて特殊召喚ロックかけながらアルベル飛ばします。よく見たら相手打天使でしたね。打天使デスピアみたいなやつのようです。予想外なことにめっちゃでっかいのが出てきました。ドグラでライフ払ってるのでちょっと危なかったりしますね。相手はデウスエクスの効果をあんまり分かってないのか、効果の発動を連打してきますが全部無効になります。こちらにはリーブの除去もスパインの除去も残ってるので、一回展開止めてターンが返ってくると相手の盤面はすぐに片付けられます。ギガンティックを作りながら相手の盤面荒らしてワンキルしに行きます。アルベルが湧いてきますが墓穴をしたら適当にリンクすれば打点足りてますね。対戦ありがとうございました。それでは次の対戦も見ていきましょう。次の対戦は高校ですが汎用カードで返しただけになります。スプライトがベースなので法要などの汎用カードを詰める枠があるのもいいですね。対戦よろしくお願いします。
クローラーというデッキは本来罠デッキなので先行番長になりがちですが、相馬さえ成立すれば良いので枠がかなり悪用になりました。そのためスプライトギミックと汎用手札誘発を結構詰めるようになったので、後手でも戦えるデッキになってくれました。誘発打ってアーゼウスで返すようなパターン含めて、相馬の打点自体が高いのでワンキル力も上がっています。相手は下振れ展開ではありますがアナコンダミラジェードから、1伏せで返してきました。大体こういう時は赤か追放が伏せられてますね。トップでめっちゃいいカード引いてくれました。法要はスプライトで評価が落ちましたが本当に強いカードです。赤の楽園は墓穴で止めちゃいましょう。この墓穴の指名者ってカードあまりにも強すぎます。ここからはスプライトをポンポン並べていきます。相手の墓地にムドラがいるのでイルフの蘇生は通らない状態ですね。誘発を見るためにスプライトを展開しながら相馬を出していきましたが、盤面がパンパンになってきてしまいました。展開力が高すぎましたね。一応ムドラケルドーを使わせる意味でイルフの蘇生を使います。ブルーは裏側になってしまいましたがレッドキャロットは裏でもリリースできるので、相馬の裏守備効果で完全に腐った置物になることは稀です。あとは3200ギガンを作って適当に並べたら、相手はアナコンダでライフを払ってるのでそのままリーサルとなります。セイントレアで除去してますが鬼ビマルとか入れてたらもっと簡単にキル取れますね。対戦ありがとうございました。それでは最後の対戦も見ていきましょう。最後はスプライトとクローラーを合わせた展開です。対面のデッキがちゃんと分かってなくて危うく返されそうになりました。対戦よろしくお願いします。この手札一見弱いんですがちゃんと展開できる上に、GO を打たれてもスパイン更新スターターとスマッシャーズでレイドロー3妨害を作れます。クローラー要素はもともと G が効かない妨害が多いので、G を打たれても止まって妨害を作れるのが偉いですね。スプライト要素をガンガンに引いてますがクローラーデッキなので、スプライト展開はしません。いつも通りギガンからドグラをリクルートして、デッキもロック盤面を構えていきます。この構え、単純にキモいだけではなく結界派などにも強いのと、永続効果による妨害なので相手が回答なかった積むのがいいですね。全部伏せてエンドします。上振れた時はここにマスカレーナも追加できる感じですね。相手はケルドーから入ってきました。石漬けのデッキですかね?ルークを打ちたいのでケルドーをここに打ってくれないかと思って、エルフを起動しますが相手は引っかかりませんでした。泉回収されたらなんかヤバそうなので、もうルークは諦めてスターターでレッドを持ってきます。一応ここはやめておきます。アギドキって泉サーチなので大量ドローされちゃいそうですしね。凍てつく打たれますがこれはスマッシャーズで避けます。スプライト強い。相手は墓地肥やしして何をするんでしょう。あんまりわかりません。ケルベクで除去しながら展開されてしまいました。めっちゃ強いですねこれ。え?なんかスプライトまで出てきたんですけど。ギガンピックから何が出てくるのかわからないですが、とりあえず傀儡でスパインをリバースして破壊します。相手のデッキはよくわからないですが石ズルーンスプライトですかね。相手はもうルーンカード使ってるのでアーゼウスはいけないのでそこまでまくられなさそうです。ジェット蘇生からスターターで結局ギガンピックには行かれてしまいます。ここからカエルとかで大量展開されると返すのがきつくなりそうです。イピリアの1ドローだけでした。これは助かりましたね。助かってなくて草。トップ強すぎ。コントロールダッシュだったら盤面崩壊してましたが、2ドローを選択したのでなんとかなりました。リーブを素材にエルフを作ることで相手のバックを除去します。これが返しとしてかなり強力ですね。見た目上墓地のムドラケルドーしか妨害がないので、このままワンキルを狙いに行きます。実は相手の石図の効果で更新が墓地に落ちてます。更新で相馬をリクルートすることでとんでもない展開力が出せますね。裏守備でリクルートされますが傀儡で表にできる状態なので、リソースだけでレベル2が3体枠状態になってます。このままギガンチックから展開していけば打点は足りそうですね。対戦ありがとうございました。ということでいかがだったでしょうか。クローラースプライトでした。クローラー相馬のカードパワーがあまりにも高いです。ただクローラー純正で組むとどうしても後手が弱かったりするので、スプライトなどと合わせて展開補完することで、後手でも戦えるようになりました。これは大きいですね。MD 開始当初クローラーデッキの動画を上げるぐらいには、クローラーというかリバーステーマが好きなので相馬は嬉しかったです。次回は今研究中の石ズルーンを紹介したいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。それではご視聴ありがとうございました。